はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、無敵になる方法を見つけましたのでやってみようと思います。知ってる人もいるのかな。この前たまたま見つけたんですけども、パラディンですね。パラディンで無敵になることができます。このパラディンガードを使えば、まあダメージを無効化できて無敵になることができますよね。でもパラディンガードなしで無敵にすることができるんですよ。それが盾スキルのファランクスとアイギスの守り、この2つを入れると、無敵になることができました。はい。まあ、どんな感じなのか、ちょっとね、お見せしますね。ダークネビュラスと戦います。いきましょう。ダークネビュラス。まあ、攻撃力、とんでもなく高いですよね。こいつからの攻撃を、耐えることができる。いや、ゼロにすることができれば、無敵になる。と考えていいのではないでしょうか。はい。まあ、とりあえず、準備をしていきましょう。これがね、2回行動が出ればやりやすいです。2回行動、うん、でもその2回行動がね、なかなか出ないじゃ出ないんだよね。まあ、とりあえず行きましょう。まずはファランクスから。ダメだったか。でももう1回チャンスがあるので、そこで、試してみましょう。次攻撃していきますね。 OK、 いい感じ。できればパラディンを2回攻撃にしてほしいね。あ、聖女入れればよかったか。あ、よかった。聖女入れときましょう、もしもの時のためにね。んでアイギス、あー動けなかった。まあいいか、聖女で一応耐えれるので大丈夫でしょう。ミサイル撃ってくるもんね。はい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 。んで、まあ、ここはちょっと普通に行きましょうか。んで道具の世界樹の雫で回復します。 OK、 いいね。一応スクルトはかかってません。防御力アップはかかってないんだよね。で、これで、今、アイギスとファランクス、両方とも入ってる状態になってます。で、仁王立ちをしますね。そうすると、パラディンガードはかかってないんですけども、無敵になります。ダメージを受けない。ダメージを受けない。ダメージを受けない。あの踏みつけもむちゃくちゃダメージ食らうんですよね。でもダメージはゼロとなってます。無敵ですね。でいけ、ミサイルももちろん無敵になってますのでダメージはありません。次ミサイル撃ってきてくれるかな。 OK、 まあ途中でね、ファランクスとアイギス、まあ、どちらかが切れればダメージを受けるんだけども、まあ、それが切れる前に、ヒューザで転ばせてもう一度アイギスと、ファランクスを入れれば OK だもんね。踏みつけ効かない。あー、ミサイルはしなかった。ちょっとミサイルをしてくるまでちょっと粘りましょうか。でも多分そろそろ切れるんだよね。意外とファランクスの効果時間が短いのよね。ファランクスが。なので、ある程度のところで入れ直してあげることが重要ですね。ファランクス、2回攻撃ならないな。2回行動になってくれれば本当にいいんですけども。ミサイル、ダメージを受けない。完全無敵ですね。この方法でいくと結構
安全に、敵を倒すことができます。何ターンでいけるかがまあ問題なんですよね。うん、そんなに早くは、倒せません。無敵になってるかちょっと怪しいとこだと思うので、これでも検証してみましょう。主人公装備何もしてません。盾だけ装備してる状態にしてます。これで食らわなかったらもう無敵判定でいいんじゃないでしょうか。防御力は確か700ぐらいだね、装備なしで。ちょっとやってみましょう。あ、そうか、装備外したから素早さまで下がったのか。あ、なるほどね、素早さ下がって行動が遅くなったわね。装備何もしてません。はい、で盾だけ装備して守備力784、まあまあそれでも結構高いけどね。うん、まあ全部装備すると1100ぐらい防御力があります。ではまずはアイギスから入れていきますね。アイギス OK で、ファランクス完璧です。フォースブレイク入れてないな。いや別に入れなくていいか、別に入れなくていいか。検証はダメージを受けないかどうかだから、それは別にしなくていいんだ。 OK、では仁王立ちいきます。裸での仁王立ち、ダメージを受けません。はい、もうこれは無敵ではないでしょうか。裸でもダークネビラスの攻撃にダメージゼロで耐えます。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、無敵になる方法をやってみました。多分間違いなく無敵になってると思います。裸でもダメージゼロだったので間違いないかな。ファランクスとアイギスの守り、この2つをそうつけた状態で、仁王立ちで守ってあげると、どんな攻撃もゼロで耐えます。はい、ちょっと試してみてください。おそらく無敵だと思われます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。